そこが気になる。どうも、関西で喋り手をしています北総合が気になっていることを毎日ぼそっております。今回の気になるはカメラ。今日ね、11月11日の、夕方から夜になる5時半前ぐらいですかね、僕ちょっと太ってきたのを気にしてて、時折ランニング走ってるんですけど、大阪の淀川っていう大きな川が流れてる河川敷をね、たまに走ってるんですが、で、縦走大橋っていう梅田方面から縦走に渡る大きな長い橋、4車線で、200メートル以上あるかな、もっとあんのかな、そういう橋を渡って走ろうとしてたんですけど、渡ろうとした橋のあのたもとでね、なんかものすごいカメラをね持った人たちがいてて、いつもこの時間というかこんなカメラ持ってるような人を見たことがないなと、なんやなんやって気になって、それもえらい長い望遠のカメラとか、こうテレビカメラみたいなのがいるように見えたんですけど、僕そっち側の歩道がある方じゃなくて、4車線挟んだ対岸の、歩道を走っていってたんで、近くには見えなくて、だんだん暗くなってきてて目も良くないんで、なんやろ、とにかく何十人、2、30人も普段この時間こんなところで見たことないようなカメラ持った人らがおるぞ、なんやなんや思って、もう気になりながらずっと縦走方面走ってたんですよ。で、考えられることが撮り鉄の人たちかとまず思ったわけですね。阪急電車、その縦走橋の横って阪急電車がものすごい、梅田方面から縦走方面、縦走方面から梅田と、こうあれ神戸線、宝塚線、京都線という3つの線なんで、合計6線かな、複線が、線路があるんで、ものすごい数の阪急電車がね、淀川を渡るんですよ。それを撮りに来てんのかなと思って、でも普段見かけへんしな、なんでやろ、なんかあったかな今日、天皇陛下かのご成婚とかは大阪特に関係ない、阪急は関係ないやろうし、なんか特別なこう列車なんやろ、なんかね、絵が描いてあるようなやつとかが走んのかな、それにしても人多いしと思ってたら、なんか暗くなってきてたんで、結構丸めの月が出てて、あれ満月かと思って、満月と阪急電車とかを撮る、なんかそういう流行りがあんのかな、いやでもよう見たら満月よりはちょっと欠けてるし、なんやろうとか思ってずっと走ってて、あ、もしかして今日11月11日で、そうや、ポッキーの日やと。で、阪急電車ってね、ポッキーの色みたいな、そのマルーンの茶色でね、もしかしてその何車線も走ってるんで、それをポッキーに見立てて4つ並んだ時に、11月11日で4つの阪急電車を撮ってんのかとか考えて、いやそれにしたらもっとこう上から撮るよなと、横からでは4つ並んでんの分からんしなと、なんやねん思いながらまたその橋を渡って戻ってきたんですけど、戻ってきてまだあの人だかりがおったら、ちょっと渡って聞こうかな、どうしようかな思ってたんすわ。僕そういうのをなんかあんま聞けないタイプで、なんかあったんですかとかで聞かれた方も、何人にも聞かれてても答えの面倒くさそうにされる場合あるじゃないですか、そういうの人に当たっても嫌やから、まあでもその場に行ったらこそこそ話してんのを聞き耳立てて、あ、そういうことがあって写真撮ってんのかとか、
それを狙ってたんかとかって分かるかなと思って、戻ってきてまだ人だかりおったら行こうかな思ったら、戻ってきたらまだ何人かはいたんですけど、ごそっとはいなくなってて、ますますなんやって思って、一応遠目からは写真撮ったんですけど、まあ 3,4 人しか写ってなかったこの写真ですけど、まあこういう状況やったんですけど、で走り終わってね、気になって、まあまずツイッターを開いてみようと思って、ツイッターで阪急電車重装8ポッキーとか歌出てくるのかな思ったら、そんなん歌なくてももうニュースのとこに重装8で逃走していた男を確保みたいなのが出てて、あの2日前東大阪市というとこで逃げた逃走犯が重装大橋のとこで確保されたと。あ、それであんだけカメラ持ってる人らがおったんやと納得いったんですが、そのニュース見てたら確保されたのが2時20分とかで、ちょうど3時間ぐらい前なんですよ。3時間経ってもあんだけテレビ局の人とか新聞社の人とかか、あとはヤジ馬の人か分かんないですけど、3時間経ってもこんなに人おるんやって思ったのと同時に、嘘やん、東大阪から僕の地元近くまでおよそ20キロぐらいあると思うんですけど、そんな距離まさか自分の住んでる近くで逃走犯が追って捕まるとは全く思ってなかったんで、びっくりしたなっていう話でした。そして今日は満月ではありませんでした、はい、明日が満月みたいです。ポッキーの人、阪急電車も全く関係ないようでした。まあ無事確保されてよかったですけども、ちょっとねニュースでも言われてますが、逃走されすぎということで、今後ねいろいろ対策も考えてほしいななんて思います。そんな今日の出来事が気になりました。そうこうでした。さよなら、バイバイ。